こんにちは、プロトリフチャンネルです。何か作り物のような感じのする植物です。これコチアダイヤモンドダストという名前がついています。これ当初切り花というか切り枝で入ってきたんですが、数年前から根のついたコチアが出てくるようになりました。コチア自身というのはこの白い葉っぱ、シルバーリーフが非常に魅力的な植物で、このスラッとした姿はクリスマスツリーをイメージするような感じもします。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。コチア、これ寒さは比較的強いので、冷たい風には当てない方がいいと思います。加湿に弱いので水のやりすぎ、いつも触ってジクジクジトジトしているというのは良くないので、その点は気をつけて管理をしてください。肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料を株元に置いてやる。そうするとどんどんと大きくなって、毎年このスラッとした、そしてシルバーリーフの可愛い葉っぱを楽しむことができます。